はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。今球界を賑わせているヒューストンアストロズのサイン盗み問題なんですけれども、ちょっとですね、ある現役選手の告発がちょっと話題になっているので、今回はちょっとそれについて触れていきたいなと思います。で、その選手がこちらに出ているローガン・モリソンという選手なんですけれども、彼は現在32歳で、結構いろいろな球団でもプレーをしたことのある、いわゆるベテランの選手なんですけれども、そのモリソンがですね、アストロズへの処分が決定した後に、モリソン自身がですね、インスタグラムを更新しまして、アストロズは2014年にもサイン盗みをしていたという告発をしたんですね。で、その告発内容というのがこちらに出ている通りなんですけれども、要約しますと、まずモリソン曰く MLB の調査はフェイクニュースだと。コーラがアストロズに来る前からサイン盗みは行われていたんだというふうに書いてあるんですね。で、モリソンはマリナーズで2014年にプレーしているんですけれども、その時にこうヒューストンでプレーする際には、2017年のサイン盗みで言われていたようなゴミ箱を叩く音がアストロズベンチの方から聞こえていたらしいんですね。で、2014年のマリナーズというのは、結構シーズン終盤まで熾烈なプレーオフ争いをしていまして、で、特にそのシーズン終盤に、結構こういったゴミ箱を叩く音が、どうも聞こえていたみたいなんですね。で、MLB のアストロズへの調査というのは2016年以降を対象とした調査になっていたので、モリソンが指摘していたような2014年っていうのは、調査の対象外だったわけですね。なので、もしその2014年にアストロズが本当にサイン盗みをしていたのであれば、これは本当に大問題に発展しかねないような告発になってるんですね。で、また厄介なのが、2014年のマリナーズというのはあと1勝足りなくてプレーオフ進出を逃しているんですね。で、シーズン終盤にはですね、そのアストロズと3連戦を戦って、で、マリナーズ負け越してしまったんですね。で、その負け越しがかなり響いて、本当にそのあと1勝足りないという状況を生み出してしまったんですけれども、仮にその3連戦でアストロズがサイン盗みを行っていたのが本当であれば、これは本当にこうマリナーズはサイン盗みのせいでプレーオフ進出を逃したと言ってもおかしくないような状況になってしまうわけですね。で、2014年のマリナーズ投手陣というのは非常にメンバーが充実してまして、防御率も 3.17、 投手陣全体で 3.17 で、これはアメリカンリーグトップの数字ですし、MLB 全体でも2位の数字だったんですけれども、そのマリナーズ投手陣がこのアストロズ3連戦に限っては3試合で22失点喫してるんですね。で、3連戦の最終戦である9月21日の試合では、当時エース格に近かった、岩隈久志が先発したんですけれども、その岩隈が、序盤にリードをもらいながらも、中盤にそのリードを吐き出してしまって、で、そのまま負けてしまったというところで、ちょっと岩隈らしくないピッチングだったわけですね。で、この試合の5回の裏に、ホセ・アルトゥーベにタイムリーと、あとアレックス・プレスリーに逆転タイムリーを岩隈打たれているんですけれども、その場面でどうも何かを叩く音が、とアストロズベンチ側からするらしいんですね。で、その映像については概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思うんですけれど、ちょっとね、こう偶然にしてはできすぎているような出来事が起きているという感じですよね。で、実際のところ本当にサイン盗みをしていたのかっていうところなんですけれども、確かに先ほどの映像を見ると、何かを叩いているような音は確かにしているんですね。ただ、その2017年のサイン盗みの際に、数々出てきた映像証拠と、比べてみると、そこまで露骨じゃないのかなっていうふうには個人的には思いますね。で、マリナーズはですね、この年一応ヒューストンでは6勝3敗で勝ち越してはいるんですね。なので、その、もし今アストロズがサイン盗みを本当にしていたとしても、そこまで影響を受けたかと言われると、微妙かなっていうところではあるんですね。で、さらに言うと、一応アストロズの名誉のために言いますけど、当時のアストロズの監督というのは、AJ ヒンチではなくてボーポーターでしたし、またそのサイン盗みに深く関与したとされる、アレックス・コーラですとか、カルロス・ベルトランについても、まだアストロズに在籍する前の時代の話なんですね。
まあ、なのでその今回ローガン・モリソンが挙げてきた告発を、まあ、明確に裏付けることは確かに難しそうな状況ではあるんですけれども、まあ、もし本当であれば、まあ、マリナーズは、まあ、その一勝足りなくてプレーオフ行けてないわけですから、まあ、サイン盗みによってこう大きな損失を受けたことには、まあ、なるのかなというところですかね。で、最初のモリソンの告発にはですね、実は続きがありまして、彼曰くヤンキース、ドジャース、アストロズ、レッドソックスが映像でサイン盗みをしていたと指摘しているんですね。まあ、もちろんモリソンの今回の告発の真偽のほどはもちろんわからないんですけれども、まあまだまだ各球団この問題で掘れば出てきそうなのかなっていうのが率直な感想ですね。まあ、早くこのサイン盗みのこう問題に型をつけて、まあ、明るい気持ちでこう新しいシーズンを迎えたいところではあるんですけれども、まあそこはちょっとなかなかまだまだ難しそうかなというところで、この動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。